さん、事件です今回ダイヤロスのバージョンアップ4.5.0と4.5.1がなされたようですけどもなんかねダウンロードがスムーズにできないような事例もありましてまあ無理にダウンロードしなくていいよっていうふうにねお知らせくださってる方もいるんですよ。Mac だとうまくいったりあと Windows の11だったらうまくいったりとかさまざま状況は違うんですけども私のところはもうちょっと様子を見ておこうかなと思いますね。 で、今日の事件ですけども、まあクリスマスですよね。もうね、ショッピングセンターに行っても、それから、あるいはね、店頭に行っても街角も、すっかりね、ハロウィンが終わると、クリスマスのプレゼンに切り替わります。まあ12月がクリスマスですけども、11月は確かにね、他のイベントも思いつかないですし、早めにクリスマスの商品を見せていった方がいいのかなと思います。まあいわゆるね、 見せ筋ってやつのかもしれないですけどももうすでにねケーキの予約が始まっていたりっていうのはだいぶ前からありますしサンタさんのプレゼントですね楽しい楽しいプレゼントとかデートコースのホテルの予約とかねラウンジや飲食店のこういった予約なんてのは大体いいねカップル用にどん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 狭まってきたりとか今年はねおそらくね去年に習って大人数でのパーティーこういった会場よりもその会場を小分けにしてパーテーションで区切って カップル用とかねファミリー用に作り変えているところが、まあ、ちらほらとあるのかなと耳に入ってきますね、はい、まあ我が家ではね我が家で家の中でクリスマスをやろうかと思いますのでまあパパとしてはパパ活の一環としてどのぐらいねクリスマスの盛り付けをこの我が家にできるのかというところで年々挑戦しているところでございますうそうですねまだクリスマスがいるいないってのが意識できる年齢ではありませんけども まあでもね、我が家にやってくるかどうかわからないけども、でも、サンタさんはいるんだよというのは、私今でもね、信じてるんですよね。で、こういうのって、イエス・キリストがいたのかいないのかとかね、伝説のなんとかさんがいたのかいないのかって、これ、本当にねあ、そんなの実際いないよっていうふうに暴くことは簡単なんですよ、うん。でもやっぱりね、もしかしたらいるかもしれない。宇宙人はいるかもしれない。幽霊はいるかもしれない。 キタロウはいるかもしれない。ドラえもんはどっかにいるかもしれない。鉄腕アトマンはやってくるかもしれない。っていうふうに考えて、いつそういうふうなね、サンタクロースやその他の伝説の人が来ても困らないように受け入れ体制を作っておくのは悪いことではないかなと思うんですよね。え私の場合はね、やこうサンタさんが来ちゃいけないから、あの、来ちゃいけないってことはなんですけど、来た時のためにちゃんと掃除をしておこうねとか。 あの洗濯した靴下はきれいに並べておこうねみたいな教育に生かせればいいかなと思ってますけどねえそしてサンタさんは来れないけども代わりにねパパの方がサンタさんとこの前会った時にいろいろ聞いておいたからあだからちゃんとサンタさんにはねヤマト君の気持ち伝わってるよみたいなこともできるんじゃないかなと思うんですよ特にうちのヤマト君はアニメがありますんでね、うん、だからそのアニメの中から飛び出してきた そんな発想も絡め合いながらね、イマジネーションの世界とリアルな世界を融合して、より楽しく過ごしてもらおうかなと思ってます。ね、やっぱ私もね、結構ミーハーと言いますかね、アニメやドラマに影響を受けて、こうして、この年になりましたんでね。まあ特に、中学の頃見たアメリカのホームドラマでナイトライダーっていうのがありましたけども、かっこいい車とキットというね、 電子頭脳の相棒に憧れて、今ではそれをね、買ってしまったというところもありますしね。うん。それから、あの、男は辛いのトラさんに憧れて、まあ、衣装を買ってね、演技を覚えて、えー、忘年会とかね、えー、余興などで、やらせてもらったことも、多々あるということで。なんかそう、何かになりきる瞬間と、自分に、そういう一面を持っている。そんな自分をね、好きでいることって、うん、なんかね、面白い。 人生の歩み方だなと思うんです,よですのでこれからもねいろんな人格になり変わっていろんな表現を私自身もしていきたいなと思っています人生は一度きりですからなりたい自分になっていく、うん、そういう風なね自分自身を役者として俳優として自分というね人生のステージに上げてあげたいなと思いますカーテンコールはまだまだ先だと思いますでこのカーーテンコール 一回閉じるとアンコールがないんですよねそこで終わり「え終了!」みたいな感じでみんな死んで終わっていくっていうことでございます生きてるうちにどんなステージをこなせるかどんな舞台に呼ばれるか毎日楽しみな事件でございますそれでは奈美さんまた明日いってらっしゃい